さあやってきました。予算25万、ホットスポットです。スーパーホットスポットから選ぶ2020年おすすめモードバイクということで、25万円はおそらく2022年で一番こうホットな価格帯の一つだと思います。はい、20万より25万かな。ディスクロードバイクは値段がどんどんやっぱり上がってきてますので、やっぱりちょっと前までは20万円がホットだったんですが、今は25万かなって個人的には思ってます。で、25万円になっちゃうともうね、選択肢がもうブワーって一気に広くなるんですが、あえて僕好みのものをね、ゴリゴリと今回は紹介していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまず一つ目はトメックのエモンダ AR5 でございます。はい、トレックね、アメリカ最大手と言っても過言ではないトレックの、今まではドマーネドマーネドマーネと言ってきたんですが、次はエモンダです。はい、エモンダはトレックの三大兄弟の中の一人ですね。軽量そしてエアロを追求したですね、まあ、いわゆるスーパーレーシングバイクになるんですが、そのバイクのアルミモデルになります。はい、アルミのロードバイクっていうのは評判のいいバイクっていうのはいくつかあるんですが、その中の一つに入れても絶対問題ない、絶対に入ってもいいんじゃないかと個人的には思ってます。シマの105でレースコンポを使っていて、前後スルアクスルのディスクブレーキと、でなんといっても溶接がえぐいほど綺麗です。めちゃめちゃ溶接綺麗で美しいバイクになっています。コンポさんも乗ってるバイクですし、ヨビさんはねカーボンのバイクにはなるんですが、インフルエンサーもゴリゴリ乗り回してるバイクになります。25万円の予算があるんであれば間違いなく候補に入れていいバイクの一つだと思います。はい、次はですねスペシャライズです。ようやくやってきました。スペシャのバイクは25万円ですと、僕も持っているアレースプリントコンプのディスクモデルが買えます。すいません、アレスプコンプ予算オーバーでした。はい、まさに今日の朝サイト見たらアレスプコンプ出てまして、完成差35万でした。はい、大幅に予算オーバーということで今回の動画から外します。はい、またね別の動画で取り上げるかもしれないんですけども、すいません。次いきます。キャノンデールです。キャノンデールもアメリカバイクということで、アメ車の3大メーカーをちょっとピックアップさせていただきました。アルミ最高峰といったら外しちゃいけないのが CAD シリーズですよね。 CAD13 のディスクになります。 CAD13 ディスク105ということで、こちらもレーシーなコンプ105を搭載したモデルになります。 CAD13 といったらもうアルミ好きからするとですね、もう絶対間違いないアルミバイクとずっと昔から言われてたバイクなんですが、ちょっと前にですねアップデートが入ってで、より良くなったのが今のモデルの CAD13 になります。だいたいアルミバイクっていうとね、まあ、105乗せるぐらいがまでなんですよ、どのメーカーも。でもキャノンデールは CAD13 をめちゃくちゃ自信持ってるからか、愛してるのか、 CAD13 なんだけどもハイエンドコンポを乗せてるラインナップなんかもあるぐらいですね、やっぱりアルミバイクなんだけどもカーボンに負けない素晴らしいバイクなんだぜっていうのを前面に押し出しています。はい、今までのバイクと同じように瞬発力も当然追求してますし、乗り心地もバッチリと追求してるようなバランスのいいバイクになってます。僕もね試乗したことありますけども、普通にいいです。はい、デザインは一昔前とガラッと変わっちゃったんで好みは分かると思うんですが、今風でシンプルでかっこいいバイクなんじゃないかなと思います。僕は今の方が好きです。はい、これもねぜひ店頭に並んでたらチェックしてみてほしいバイクの一つですね。まあ2022年もですね、この3つのアルミ最高峰バイクは熱いです、間違いないので、ぜひ候補に入れてあげてください。4つ目はスコットです。はい、またねスコットにはなるんですが、スコットもですねやっぱり20万円以降いいバイクバシバシ出してます。スコットはスイスのメーカーですね、非常に大きなメーカーです。スキー系はもちろん、マウンテンバイクもゴリゴリ出してるし、ロードバイクもゴリゴリやってるですね、非常に大きなメーカーで、コストパフォーマンスのいいモデルからハイエンドまで幅広くやってるスイスのメーカーですね。スピードスター10です。はい、スピードスターの一番上の方になるんですかね。アルミのロードバイクに105のディスクを乗せた、いわゆる定番ですね、バランスのいいバイクになっております。このバイクからですね、タイヤはアメサイドのタイヤを使ってるのかな、なんかちょっとおしゃれ意識し始めてますね。はい、
いや、かっこいいバイクですよ。フレームの形状も今時のロードバイクの形状ですね。リア三角小さめの、でホイールベースはちゃんと確保してるっていうです、ね、まあ、いわゆる瞬発力と乗り心地を両立させたようなバイクになっております。これも大変おすすめです。次はキャニオンです。ドイツのメーカーです。キャニオンはね、やっぱりこの価格帯、低価格帯ももちろんコスパいいんですが、25万30となっていくと、どん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 そのコスパの良さが目に見えてきてですね、揺らいでしまうようなメーカーにはなります。ドイツのメーカーからユーザーにこう直接届ける代理店を挟まない商売をしているメーカーでして、実績もデザイン性も全てにおいてですね、高水準でやっているようなメーカーでございます。オフロード、オンロード、 e バイク全部網羅してます。そんなですね、キャニオンが出すフルカーボンのバイク、アルチメイト SL7 ディスクです。はい、来ました。コスパバケモンです、これは。はい、まあ、このアルチメイト、今までね、エンドレースっていうのをよく紹介してたんですが、カーボンになるとアルチメイトっていうバイクで、いわゆるザ・ロードバイクですね。はい、軽くて速いフルカーボンのバイクになります。今までアルミロードを紹介してたんですが、フルカーボンで105搭載ということで、神コスパモデルになります。で、なんとね、ステム一体型のハンドルです。もういきなりハイエンドかいっていうですね、かなり贅沢な仕様ですね。やっぱステムハンドル一体型っていうのは非常に、まあ、軽量化とか剛性面だったりとか、ね、いいところがいっぱいあるんですが、やっぱりお気軽にポジションの交換はできるパーツではないので、自分の体型にバシッと合うバイクを、把握できてるのであれば間違いなくおすすめです。まあ、それがよくわかんない人もですね、キャニオンは割とあのカスタマーセンター結構しっかりとしてるので、ある程度アドバイスを受けながら自分にぴったりのサイズを選べばいいんじゃないかなとは思いますが、とにかく構成としては非常に贅沢で素晴らしい構成をしてるなと思います。はい、選んで間違いないと思います。注意点としては、こっちに日本に来るときに関税だったり送料だったりかかるので、実際に書かれてる金額よりもプラ1万2万もうちょっとかかるかわからないけど、その辺はしっかりと覚悟しておいた方がいいと思います。とということで、今回はですね、予算25万円の中で、僕がね、選んどけば間違いないいいバイクだなと思うバイクをね、いくつか紹介しました。はい、他にも結構あるんだけども、全部紹介すると時間かかっちゃうので、ぜひね、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。在庫がないモデル、またはもう入荷まで時間かかるモデルもあるかもしれないんですが、チャンスがあるのであればぜひ手に入れてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。Thank you.